暑いなぁ、今日も本当に。はい、南の島から、こんにちは、こんばんは。バリと旅行の味方、堀です。はい、ということで今回はですね、チャリティー企画のですね、参加企業様にお渡しするポスターですね、を取りに行っている途中でございます。どんな感じになったかなぁ、ちょっとね、楽しみなんですよね。あのチャリティー企画っていうのはですね、何かと申しますと、去年2020年の11月から12月頃にかけて行われたチャリティー企画でございまして、まあ、僕らバリと旅行の味方ですね、あとはまあ僕らのワンフットという会社、現地のバリ島の会社と、あと東京本社シンカーフェイズという東京本社がですね、一緒になって進めていた企画でございます。そうで、まあ、あの細かい部分については、あの概要欄にその時の動画とかを貼っておくのでぜひ見てほしいんですけど、ざっくり言うとね、バリ島にある日系観光企業って結構あるじゃないですか。まあ、例えばあのツアーをやってる会社とか、旅行代理店とか、あとは飲食店とかね、スパとかさ、いろいろあるじゃないですか。そういうところの堀コネクションを利用してですね何それって感じなんですけど、まあまあいろいろお声掛けをさせていただいて、ロゴをお借りして、そのロゴを使って、チャリティー T シャツとステッカーを作りますということで、やらせていただきました。で、結局ね、50数社集まっていただいてですね、で T シャツが後ろですね、バックプリントにロゴが50数社入ったやつですね、出来上がりまして、 We will be back to Bali キャンペーンという名前なんですけども、そう、そんな T シャツとステッカーですね、 I'm back to Bali ステッカーということで販売をさせていただいておりました。結局800、もう正確に覚えてないんだけど、800何十とか、1000にはいかなかったんですけどぐらいですね、ご注文いただきまして、受注生産だったの で、 そ、 うで、その T シャツの方も今、もう完成して、今細かい部分タグつけたり、なんだろうな、そういう部分をユナイテッドマインズさんの方でやっていただいてるような感じです。多分明日明後日ぐらいかなに僕らの手元にもやってくるなというような感じです。そう、バリ島で作って、日本に届けてというような感じになっております。もうね、買うことはできないんですけれども、だからもう伝説的な T シャツになってもらえたらいいなと思ってやっておりました。そんで、おー、この辺混んでるね。で、今日はね、ポスターということで、ポスター何っていうことなんですけど、あのその T シャツを買った時とか、あとはハッシュタグで SNS に、バリ島の企業さん、今回参加いただく企業さんに向けて何か日本の皆さんからメッセージがあれば、書いてくださいって言って、お願いをしたんですよね。で、それで集まったコメント、本当にあのバリ戻りたいですとか、再開したらすぐ行こうと思いますみたいな、それまで頑張ってくださいみたいなコメントをですね、皆さんからいただいたので、そのいただいたコメントをギャーンと集めてポスターにして、参加企業さんですねにお渡しするものとして作っておりました。そうで、まあチャリティーのさ言い忘れてたけど、あれですよ、そのポスターじゃねえや、あの T シャツとかステッカーの売り上げを参加企業さんに分けるというような感じになっております。そう、まあなんか純粋なコストね、送料とかさ、なんか関税のお金とか T シャツの原価とか、そういうのを引いて、純粋になんだろうな、 利益というとまた変なんだけど、原価を引いたお金、売上から原価を引いたお金ですね、をチャリティー企業さんにで分けるというような感じです。まあ中にはあのお金は今は大丈夫だよ、なんとか大丈夫そうだから他の企業さんに回してねっていう会社さんもね、何社かいらっしゃって、そういう方々、企業様にはポスターのお渡しという感じになります。はい、ではじゃあ見ていきましょう。それではバリ島旅行の味方スタート。はい、着きました。暑い、マジ汗だく。よし、行ってみましょうか。もうデータは送ってあるので、あとはちょっと物を見て、一回サンプルで出してるんで、その物を見てた感じですね。
こんな感じです。本当になんか印刷工場みたいな。これならなんかクオリティが良さそうな気がする。なんか結構何でもイラスト屋さん、イラストというかプリント屋さんみたいな、こういう箱とかも作れるっぽいですね。さっきの T シャツ、ユニフォームとかね。なんかトートバッグとか、ね、いいのかなこれ使っちゃって。ワンダフルインドネシア観光省のマークでしょこれ。そうです。エプロン、帽子などなど。帽子300円ぐらいから作れるのかな。あ、 T シャツもカラフルで65,000ルピア、500円ちょいちょいで作れるの。安い。まあでもこのクオリティが分かんないからね。そうそう、使われるクオリティとか分かんないかなとも言えないんですけどね。いやー、全然なんかまだ時間かかるっぽいんで。なんで今日一昨日ぐらいにデータを送って、今日取り来てって連絡して、来たら20分ぐらいかかるみたいなんで、ちょっとご飯食べようと思います。暑い、本当に暑い。ということで、あの肉団子スープみたいな、インドネシア語でバッソって言います、ものを頼んでみました。お昼ご飯ですね、こちらです。美味しそうですね。肉団子スープ的なやつでございます。あ、来た来た、できた。お、見してよ。おー、なんか質感がいいですね。質感がいい。ちょっと待って、開いて。おー、いいじゃん、完全に逆光で何も見えねえや。ちょっとこっち、こっちこっち。わあ、いいね。はいはい、これが、これ一個一個皆さん の、 あの応援コメントですね。日本語とで、インドネシア語翻訳もつけております。あ、いいじゃん、めっちゃかっこいいよ。いいね。ちょっと送ろう送ろう。ちょっと本社のチェックもしてもらって。あ、すんごいしっかりした感じできたね。そうですね、ラミネートのおかげです。ラミネートだろうね。ね、うちのワンフットのロゴと、シンクアフェーズロゴと、味方と、あとこれを作ってくれたスペシャルサンクスというユナイテッドマインズ、あの T シャツを作ってくれたユナイテッドマインズ。ああ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。めっちゃいいですね。うんうんうん、いいね、よかったね。よかったです。いい感じですね。思ったよりクオリティが良かったです。そうです、質感ね、よかったな。ね、これを、バリ島の参加企業さんにお渡しをするので、なんでバリ島の、なんだろう、皆さんが行ったことあるようなお店、まあ、T シャツのロゴが出てるお店に行った時におそらく貼ってあるので、ぜひぜひ皆さんバリ島中で見つけまくってください。よし、じゃああとこれをちょっと修正して、50何枚かするということだね。 OK。ということで、今回は、バリ島チャリティーのお話でございました。着々と進んでおります。皆さんに T シャツやステッカーが届くまでもう少しだと思いますので、もうちょいお待ちください。ありがとうございます。またまた次回の動画でお会いしましょう。バリ島旅行の味方、堀でした。